はい、えー。皆さん、こんにちは。フラワースクールヘクセンハウスのまむねゆうですえ。東京の墨田区錦糸町で30年目のフラワーアレンジメント教室をしております。本日は、えー、とバレンタインの、えー、小さい部あのお花たちを、えー、束ねたブーケを作っていただくということで、この作り方のご説明をしていきたいと思います。でえー この周りが、えー、ふわふわしているこのフエルトなんですが、オランダから来たねフエルトを、えー、ちょっと周りに飾りながら、えー、作っていただけたらと思います。では作り方のご説明に移ります。はい、ええー、まあこのようなね上から見た感じのお花になっております。えー、その時によってねお花が少し、えー、送られてくる花が違うかと思います。 でバレンタインといいますと世界で、ね、一番お花が贈られる日となっております。でフレートを巻きつけたあのフレームを作っていただいてそしてここに、ね、お花を入れていただこうと思います。まずねこのフレームの作り方をご説明していきます。このように20番と22番を1本取りにしていただきましてこちらです、ね、そしてフローラルテープで巻いていただきます。 そしてこちらは22番を3本それぞれフローラルテープで巻いていただきます。でこれを使って、まあ、このような形にしていくのですがまあ丸いところに3本を、えー、とくるくるっと巻きつけていただきましてで、えーまあ、このようなロート状を作っていただきます。そしてこのロート状の、えーまあ、3つをまとめた子が持ち手になりましてでここにフェルトをホチキスで。 あのつけていただきたいんですが、びっちりというよりはここをね開けていただきたいんですね。なぜかというとえー、花束作った時にえー、こんな形でぴっちりしてるとね。お花でこの可愛らしい。後でちょっと可愛らしい。これが隠れてしまいますからね。ええー、どのようにしていただけたらと思います。でえー、ちょっとね。立体感立体的になるように。 えー、ホッチキスで、パパチパチととふふわふわと止めておいていいてただければと思いますでお送りしましたあのフェルトを半分に切ると細くなりまして4枚になりますので4枚にして、えー、してください。で、まあこちらの中にこうスパイラルにねお花を入れていくんですが、えー、やり始めてしまいますとなかなか手が2本しかありませんのでまずはじめに下葉の処理枝分かれた 枝分分かれをををしししたた部分をあのカットしてて、えー、下処理をしていただきますまずね、えー、ゼラニウムとか、えー、少しこう葉っぱがふわふわしたものをこのフレームの中に入れますとお花がここで止まるということでオリーブの葉っぱとか、ね、ブルースターがあの入ってるかと思うんですこういったものをねこのフレームの中に入れといていただいてそこに花を、えー、入れていきますと花止めになるかと思います。 である程度、少しあのここの空間が、えー、お部屋が作れるようになりましたら大きいお花から入れていきたいと思います。で、えー、バラも葉っぱを取っていただいて下葉の処理を、えー、しといていただきましてで、バラも高低差をつけながら入れていっていただきます。 でえー、今回の課題の中にはガーベラが1本だけ入っていますので、まあ、ガーベラも先に入れていただきましてそして、えー、チューリップも、えー、入れていただくのですが、えー、チューリップちょっとね、えー、葉っぱの取り方後ほどあのご説明していきたいと思いますちょっとこちら先に流れてますので,で、えー、他のお花たちを、えー、入れていただくのですが、まあ、ポイントとしては隣同士に来る花の質感 えー、細かいお花の隣に大きいお花とかいうことで質感の違うお花を入れてっていただき、えー、ツルバキアとか、えー、細い小さいお花は後ほど最後に入れていただくといいのかなと思います。で、えー、っとバンディングポイントを手で持ってた部分をワイヤーで束ねていただいて、えー、完成っていう形になります。でまあこれがね上から見た形になっております。 でえー、ポイントとしましてはフレームのフェルトが見えるように花を組んでいくということと、えー、ちょっと早かったですね。ごめんなさいね、戻りますね。よいしょ。はい。えー ハンドタイドブーケ手でね束ねる部分なんですが花止めの葉っぱとかそういったものを先に持っていただいてそれから大きいお花を入れていくっていうこととあと花の質感の違うものを隣同士に配置するあと茎の細いものがありますので優しく扱っていただくというのが今日のポイントになっております。で、えー、ちょっと、えー、手元見えるかなで手元はじゃあスパイラルにまとめますということはいで。は,い、ではねちょっと 手元であのスパイラルってどうやって作るのっていうのもご説明しておきたいと思います。で先ほどの課題とちょっと違う花になっていますが、えーまあ、こうゼラニウムとか、まあ、こういった葉っぱものを持っていただきまして、でここはあの変わらずにしていただき、まあ、例えばこういったバラでしたら、バラをま持っていただきましたらば、ここを支点に、あの螺、ー、旋状に花が組んでいくようにしたいと思います。 で、えー、こういったものをちょっとこう斜めに、えー、持ってきます。ここを押してで、次入れるお花は、まあ、頭の位置が手前で茎が向こうになるように、えー、入れていただきます。で、ちょっと難しいのは後ろに入れる花が前に来てしまいますと茎がクロスしてしまって、湯、え、が、ー、いたときにこの茎が折れますので、こちらはぐるっと回して頭の位置を決めていただいたら、 前へこう持ってきていただくと茎が同方向にこう回るという形が取れますのでこのようにしてまあ今分かりやすいように1本の花を入れましたが1本の花の近くにはふさふさっとしたお花を近くに入れてあげると動かなくなりますのでこのようなものをちょっと近くに入れていただいてとていうことでえ頭の位置を決めてえ持ってきていただきましてでお花たちは あの全部茎が同方向になるように入れていただきますと、まあ、上から入れていただいてもいいですしこう入れていただきますと茎が同じ方向になってるかっていうのはこう1本に戻してみていただいた時に、まあ、1本になってれば OK で、えー、まあこのようになってるわけなんですがここが。 えー、何か間違ってこうなってたりとかぐちゃぐちゃになってますと言わいた時折れちゃいますからねというところで茎が同方向になるようにこの,フレ,ームのなフレームを使いながら、えー、入れていくので少し難しいかもしれないんですがやってみていただけたらと思います。で家材があの今週の分と来週の分とまた違ってくると思いますのでご参加した日にちによってちょっと家材違いますが、えー、応用してやってみてください。 えこんな形で今回のはできています。はい。ちょっとね、ちっちゃいお花がたくさん入っていますので、春らしい形でできるかなと思います。では、やってみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録といいねボタンと押していただけるとありがたいです。そして、もしえコメント、何かございましたら、書いていただけたらなお嬉しいです。 では、えー、皆様、春を楽しみましょう。で、このチューリップなんですが、ちょっと2日前に作ったものですが、ちょっとね、チューリップが顔が伸びていって、だんだんね、あのチューリップだけがあの頭が伸びてきますので、まあ、ちょっと下からね、引っ張っていただいてもいいですし、まあ、これはこれとして楽しんでいただいてもいいのかなと思います。それでは、ありがとうございました。やってみてください。